What it is, y'all? It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Well, stay tuned. Damn. Yeah. Room 101 with Chiho Watanabe on Bay FM 78。午前3時を回りました。音楽ライターの渡辺志保です。毎週金曜日のこの時間はミュージックガラージルーム101。ヒップホップを中心に今の音楽シーンや様々なカルチャーを取り上げていくプログラムです。7月も半ばに入りまして、本格的な夏の訪れという感じも、してきますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。熱中症怖いねと思いながら毎日、外に出たり出なかったりという感じですけれども、もちろん今東京都内ではですね、4度目の緊急事態宣言が発令中ということで、去年の夏も全然なんかこう満喫したなとか、夏楽しかったなみたいな思い出が全然、作れなかったんですけど、まあ去年に続いて今年も、そんなね、7月、8月になるんだろうなと思いながら、ちょっとどこかモヤモヤっとした気持ちを抱えながらですね、夏の訪れを感じている今日この頃でございます。で、そんな時はやっぱりこうね、自分の好きな音楽とか映画とか、そういったものを見て夏らしさを感じるしかないのかなというふうに思っておりまして、で、そんな中ですね、今年の夏にぴったりな、これぞサマーアンセムだろっていう感じのミュージックビデオが届きましたので、その楽曲を今日はオープニングチューンとしてかけたいなと思います。スティーガールズというですね、フロリダのマイアミ出身の女の子2人組のラッパーなんですけれども、私はこのスティーガールズがずっと大好きで聴いているんですが、彼女たちの新曲、トゥワーキュレイターという曲がありまして、で、この曲ですね、びっくりするんですけれども、なんと超有名曲をサンプリングしていて、で、そのサンプリングネタというのが、1982年にリリースされた、あのアフリカバンバータのプラネットロックなんですよね。で、プラネットロックをもうほぼそのまま使っているような感じなんですが、で、もともとこのトゥワーキュレーターというシティガールズの新曲は、TikTok 上でめちゃめちゃこうバズっていたんですね。正規リリースの前に。なんですけど、この大ネタのサンプリングのクリアランスが難しくて、リリースが伸び伸びになってたんですよ。で、晴れてクリアランスが、許可が下りて、リリースされましたということで、そこでまず話題が一つ、わーっと盛り上がったんですね。で、つい先日ミュージックビデオが発表されたんですけれども、そのミュージックビデオの監督というのがなんとミッシー・エリオットなんですよね。で、ミッシーが監督を務めてて、ミッシー自身は出てないんですけれども、最後にダイレクティッドバイミッシー・エリオットっていうこうね、めちゃめちゃかっこいい形でミッシーの名前がバーンと出てくるところがあるので、ぜひその最後の部分だけでも見てほしいなと思うんですけど、でもとにかくド派手だし、でミッシーといえば今もねずっと変わらずアイコンとして輝き続ける存在ですけれども、やっぱりこうね、ヒップホップ界における女性アーティストの先駆者でありますし、で、97年のデビュー以降、彼女が提示してきたイメージって本当にこう、今までのさ、ステレオタイプを覆すような、常に斬新で、際どくて、あとちょっと、ウィアードって英語では言いますけど、ちょっと奇妙な、変な感じだったりとか、奇抜な感じであったりとか、そういったのが彼女のね、魅力だったかと思うんですけれども、そのミッシーバイブスが今回のスティーガールズのミュージックビデオの中にもしっかりと、落とし込まれておりますので、ぜひぜひこの夏を彩る、ミュージックビデオとしてですね、皆さんにも見ていただきたいなと思います。で、ミュージックビデオがリリースされるや否やですね、 YouTube 上でのトレンドワード1位が、このトゥワーキュレーターというね、ワードだったみたいで、みんなわーっと一斉に見たんだなということが伺えます。というわけで今日の1曲目をお届けしましょう。スティーガールズでトゥワーキュレーター。音楽ライターの渡辺志保がお届けしているミュージックガラージルーム101。湾岸エリアのラジオステーション、ベイ FM からお届け中です。ぜひぜひ番組へのご意見、ご感想などありましたら、ツイッターやメールで皆様の声を聞かせていただけると嬉しいです。ツイッターでつぶやいてくださる際には、ぜひこちらのハッシュタグをつけて参加してください。ハッシュタグは、シャープルームアンダーバー101、シャープルームアンダーバー101です。そしてメールを送りくださる際には、こちらのメールアドレスまでお願いいたします。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。では今夜のミュージックガラージルーム101のメニュー紹介です。
まずは最新の音楽トピックスを交えながら、音楽ストリーミングサービス Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきます。そして番組後半ではモスビレッジこと神奈川藤沢を拠点に活動するブラーミーからシーフ・ザ・サードさんをゲストにお迎えして、間もなく発表されるソロ EP Peace is EP について伺います。それでは Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきましょう。グローバルトップ50チャートから気になる楽曲を1曲紹介したいと思います。今回ですね、このグローバルチャート、本当各国の、チャートの上位をですね、いきなり席巻している曲、新曲がありまして、それがザ・キッド・ラ・ロイのですね、ステイという新曲です。フィーチャリング、なんとジャスティン・ビーバーでございます。で、このザ・キッド・ラ・ロイくんなんですけれども、2003年8月17日生まれということで、現時点でまだ17歳っていう、恐ろしいですね。で、彼はですね、もともとオーストラリア出身なんですけれども、ここ2年ぐらいですかね、一気にこう名を上げていったわけなんですが、なぜかと申しますと、もう亡くなってしまいましたが、ジュースワールドが、このキッド・ラ・ロイ君のことをですね、非常にこう弟分的に可愛がっていて、ジュースワールドがオーストラリアのツアーを、するときにもですね、このザ・キッド・ラ・ロイが、フロントアクトを務めたりとか、で、あとはもう一緒にですね、こう、ホテルでずっと、毎日楽しく過ごしていたというようなこともありまして、一緒にレコーディングをしたりとか、で実際にザ・キッド・ラ・ロイと、ジュース・ワールドのフィーチャリング楽曲もこのようにすでに出ているということで、本当あらゆる意味で期待の注目の新人というのがですね、このザ・キッド・ラ・ロイでございます。で昨年ファーストアルバム F ワードがつくタイトルなので、なかなかラジオでは紹介しにくいですけど、 F ラブというですね、ファーストアルバムをリリースしまして、これもいきなりビルボードチャート1位をですね取ったアルバムで、ございますので、本当にこうね今、いろんなところから注目を浴びている新人アーティストでございます。でこのキッド・ラ・ロイ、まあ、まだ17歳ってわけなんですけれども、彼の新曲が、ジャスティン・ビーバーを迎えたステイということで、で、まあ、ジャスティン・ビーバーがラ・ロイの曲にやってくるっていうのもねすごいですけれども、なんと、まあ、このザ・キッド・ラ・ロイとジャスティン・ビーバーのコラボというのは今回が2曲目で、ございます。今年の3月に発表されたジャスティン・ビーバーのアルバムジャスティスにもですね、アンステイブルという曲でザ・キッド・ラ・ロイが参加しておりますので、まあ、ジャスティン・ビーバー的には今回こう客演返しみたいなね、ことになるんでしょうか。でかつキッド・ラ・ロイは本当もうね今年もう大ブレイク間違いなしという感じで、なんと6月にですね、ジャスティン・ビーバーとかアリアナ・グランデたちが所属しているスクーター・ブラウン・マネージメントと契約を果たしたということで、もうねもう大成功が約束されてるっていうね、感じのアーティストでもあります。というわけでここで1曲お届けしましょう。ザ・キッド・ラ・ロイでステイフィーチャリングジャスティン・ビーバー。はい、ただいまお届けしたのは、Spotify のグローバルトップ50チャートからザ・キッド・ラ・ロイのステイフィーチャリングジャスティン・ビーバーでした。そしてですね、もう一曲 Spotify のジャパン急上昇チャートから一曲お届けしたいと思いますが、あの大物シンガー愛の新曲がですね、なんとイエローバックスくんをフィーチャーしているんですよね。 The Moment というタイトルの楽曲です。こちらが Spotify の、ジャパン急上昇チャートにランクインしておりましたので、紹介したいなと思います。もともと愛さん、私もですね、本当にありがたいんですけど、このところ続けてちょっとインタビュー取材をさせてもらう機会がありまして、実はこのザ・モーメントという新曲が発表された際のミュージックビデオがですね公開になったわけなんですが、その公開に際しての、トークライブイベントというのをYouTube 上で行ったんですよね。まあ、生配信という形で。で、その場でも私がですね、なんと司会を務めさせていただくという、栄えある出来事がありまして、非常に嬉しいなと思ってます。で、まあ、愛さん本当ね、もう日本に住む誰もが知る、シンガーの愛さんでございますけれども、ちょっと前は Not So Different という曲で A Witch をですね、招いておりまして、今回は Yellow Box をね、招いた楽曲ということになっております。このなんか、極上のフックアップみたいなね、アティチュードが愛さんらしいなというふうにも思えますし、で今回の曲もですね、もともとは全然違う曲を作ろうと思っていたんですって。でなんですけど、実際にこう顔を突き合わせてスタジオで制作を進めていくうちに、イエローバックスさんの方からちょっとここで違くないっすかみたいな感じの意見が出て、でえみたいな、でそれで急遽全然違う方向の楽曲に、転換というかね、トランスファーというかトランスフォーム、したっていう経緯があるそうです。で
リリックも本当にこう前向きだしね、まあ、愛さんらしさっていうところもありますけど、前向きだし、イエローバックスさんもすごい堂々と、ラップしてますし、今、深夜のね、3時過ぎでございますけれども、一日の始まりに聞くと非常にいい気分になる、そんな、楽曲に仕上がっておりますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。I, The Moment, Featuring, イエローバックス。Deep tracks, get the rhythm. Move to the beat. Recommended tracks, nail it, flow. ここでもう一曲ですね。私が最近気になったトピックスを交えて、お届けしたいと思うんですけれども、ですね、前も例えば JG とか NAS とかがどんどんこう仮想通貨とか NFT とかその次のビジネスの展望を望んでそこに投資してるみたいなね、そういった話をしたかと思うんですけれども、やっぱそういったねラッパーの皆さんたくさん、まあ、たくさんはいないかもしれないですけれども、まあいろいろといらっしゃるんだなという、そのなんか続報みたいなお話をしたいと思います。というのもですね、メンフィスの中心ラッパージューシー J がヘリオ J に20億ドルを投資したというニュースが舞い込んでまいりました。でこれだけだと何のこっちゃっていうね、感じでございますけど、ヘリオジェンって私も初めて実は聞いたんですけれども、勉強になるなと思いながら調べたんだけど、新しいソーラーパネルシステムみたいな感じなんですが、たくさんの鏡の集合をコンピュータービジョンの技術を使い細やかにコントロールすることで太陽光を反射し、そしてさらに凝縮して摂氏1000度以上の温度になるんですって。で、それが化石燃料とかその他のこれまでのねレガシーシステムに変わることができるという新しい燃料なんですって。で、今このヘリオジェンっていうのがすごくこうなんていうんでしょう、いろんなところから資金を集めていって急成長しているらしくて、で、この番組でも何度か名前を出しましたが、かつてジョージア州知事選挙でも戦ったステイシー・エイブラムスという黒人女性のまあ、政治家の方いらっしゃいますけれども、グッチーメインとヤングジーズイのバーサス企画にも出てきたステイシー・エイブラムスさんですが、このステイシー・エイブラムスも、このヘリオジェンの、ビジネスにちょっと関わっているみたい、アドバイザーみたいな、立ち位置らしいんですよね。なので結構そのブラックビジネスオーナーみたいな方たちが今もしかしたらこのヘリオジェンに注目しているのかなというふうにも思ったんですけれども、このジューシー J もですね、自分のインスタグラムで高級腕時計を買う代わりに投資することにしましたということで20億ドルを投資、まあ、なので2000億円ぐらいってことですよね。で、さすがだなって思ったんですけど、2000億円を投資する時の気持ちって一体どういう気持ちなんだろうって思ったんですよね。で、かつジューシー J はすでに NFT、そのまあ仮想通貨をベースにしたものの取引所みたいなものですけれども、NFT で自分の作品も売りに出してて、今彼のインスタグラムのページ飛ぶと、リンクのところにね、その NFT で買えるジューシー J のコレクターズアイテム的なものがですね、並んでいて、さすが。やっぱこう、なんていうんですかね、まあ JG もNASもそうですけど、そのずっととね、業界にいるラッパーたちっていうのはそのビジネス面に関してもやっぱりその先をね見据えて活動してるんだなと思いましたし、いろんなことにやっぱ果敢にチャレンジしていく姿勢っていうのをこうしたところでも感じました。すごいことですよね。はい。で、今からそのお届けする曲はジューシー J の過去の曲なんですけれども、この曲すごく好きで、 Let Me See っていう曲があるんですよね。で、ケビン・ゲイツとリル・スキーズっていう、まあ、全然なんかね、タイプの違うラッパー2人をフィーチャリングゲストとして迎えている曲なんですけれども、この曲の中でジューシー J は起業家みたいな、なんか役を演じてるんですよね。で、黒いハイネックにチェーンをつけて、まあ、まるでスティーブ・ジョブズみたいな感じの、まあ、コスプレって言ったら失礼かもしれないですけど、そういった趣のジューシー J が出てきまして、で、このね20億ドルを投資したニュースを見た時にパッと私はこの Let Me See の、ジューシー J のですねミュージックビデオが頭に浮かびましたので、ぜひとも聞いていただきたいなと思います。私もやっぱりこうね、環境問題気になりますから、こうした新しいエネルギー源となるものをいろいろ勉強していかねばならないなと思いました。はい、というわけでここでお届けしましょう。ジューシー J で Let Me See フィーチャリングケビン・ゲイツ&リル・スキーズです。はい、ただいまお届けした曲はジューシー J の Let Me See フィーチャリングケビン・ゲイツ&リル・スキーズでした。
渡辺志保をお届けしているベイ FM ミュージックガラージルーム101。お知らせを挟んで番組後半はですね、モスビレッジこと神奈川藤沢拠点に活動するラップユニットブラーミーとしてもおなじみシーフザサードさんが登場されます。まもなく発表されるソロ EP について伺ってまいります。 Dig tracks Get the rhythm Move to the beat Room 101 Shiho Watanabe On Bay FM 78 Dig tracks Get the rhythm Move to the beat Recommended tracks Nail it Flow私、音楽ライターの渡辺志保が金曜深夜にお届けしているヒップホップ専門プログラム、ミュージックガラージルーム101。ここからの時間は、モスビレッジこと神奈川の藤沢市を拠点に活動しているシーフザサードさんをゲストにお迎えしてお届けいたします。まもなく発表されるソロ EP、Peace is EP について伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当、ちょっと前に、数週間前に、ブラーミーとしても、はい、ご登場いただきましたけれども、はい、今回はソロとして、はい、ご登場いただく運びになりました。簡単にシーフザサードさんのプロフィールを紹介したいと思います。所属するラップグループブラーミーとしても数々の作品をリリース、そして様々な曲演をこなしつつ、2017年にはダイナリーデルタフォースのライム&ビートのジョイントアルバム DOBB をリリース、そして2018年にはソロファーストアルバムであるマイスラングビーハイレンジモスビレッジを発表、そしてさらにブラーミーとしては今年なんと9年ぶりのセカンドアルバム2面を発表したばかりです。そしてこの度7月21日にソロ EP の Peace is EP を発表するご予定ということで、なんか忙しいんじゃないですか、かなり。そうですね、おかげさまでって感じで、はい、はい、ホッツな感じです。ホッツな感じです、はい、やばい、ホッツいただきました、はい、で先日も、まあ、ブラーミーのマイルスバードさんとお二人で、このルーム101にも、出演してくださいましたけれども、まあ、ブラーミーとしては9年ぶりのアルバムを6月の末に発表されたばかりということですが、はい、その数週間後に今度はご自身のソロ EP、 ソロとしては3年ぶりぐらいですかね。そうですね、はい、はい、これってそのめちゃめちゃタイミングっていうのは狙って作ってたんですか？そうですね、作ってたっていうか、もうできてるものをいつ出そうかなっていう感じでこのタイミングにしたって感じですね、うんうん、はい。あえてそのブラーミーの久しぶりのアルバムの後に自分のソロを出すっていうことですか？はい、そうです、うん、そのまあ先に出すっていう話もあったんですけど、はい、まあなんやかんやって、はい、後になりました。そうですか、はい、ちなみにその9年ぶりのアルバム2面を出されて、はい、今なんかこう感慨深さっていうかやりきった感っていうか、はい、なんかこう自分の中でまた違うスイッチ入ったなみたいな、そういう気持ちってありますか？ちょっとあるかもしれないですね、うん、なんかよく分かってないですけど、うんうんうん、はい、多分あるんだと思うなって感じです、はい、ありがとうございます、はい、でその Peace is EP、まあ、さっきおっしゃってたようにちょっと前から作られてた楽曲が入ってるのかなとは思うんですが、はい、いつ頃から制作はスタートしてたんですか？一応なんかこう EP を作ろうっていう感じで作ってたんじゃなくて、まあなんかいろいろあるものでいただいたビートとかで、うんうん、まあ、作ってるうちにこんな感じで1枚にしたらいいなって思って、でそれが一番最初に作ったのがでも2018年、だから3年前の9月とかですかね、はい、じゃあ自分のソロアルバム出してからすぐにまた曲はソロでの曲は作り始めてたって感じですか？そうですね、まあ、すぐでもなかったんですけど、うん、まあそうですね、リリースして半年以上かな、うん、経ったぐらいでって感じです。はい、なんだろう、今回は EP という形で、まあ、前回はフルアルバムだったわけじゃないですか、はい、今回その EP にした理由っていうのは何かありますか？アルバムも出したかったですけどね、はい、なんかこのいろんな人とやってるんですよね、うん、今回、うんうんうん、だからそれで1枚にまとめるのがちょっと自分の中でしっくりこなくてっていうのもあったりとか、まあなんかみんなとやってる1枚で出したかったなっていうのがあって、うん、
って EP にしたっていう感じですかね。うーん、はい、なるほど。で、今ご自身でもおっしゃってたみたいにプロデューサーがとにかく豪華、はい、本当にぶったいビートばっかり並んでますけど、はいはい、まあ、マスホールさんから、16フリップさんからで、はい、おなじみのナグマティックさんからといろんな方が参加してますが、そのビートっていうのはどういうふうに集めていったんですか？これとかは、はい、もうなんつうんですかね、最初に、はい、もう全然この EP の構想とか全くなしで、うん、とにかくいろんな人とやりたいなっていう、うんうんうん、まあ、マイルスもああいう状態だったし、はい、もっといろんな人とやりたいっていう風になってて、うんうん、で最初にそのブラックリスト、あ、はい、イベントの、はい、俺らがドリップでやってるブラックリストってパーティーが3年前の夏ぐらいに、はい、なんか周年かなんかで、あ、10周年かな、はいはい、はい、でベスさんとイスギさんのアルバムが多分1枚目、あ、なるほど、ジョイントアルバムが、うんうん、はい、が出たぐらいで、それで呼んだんですよね、はい、でその時にイスギ君とも結構話したんですよ、うんうん、お、酒飲みながら、はい、でその時になんか結構、うん、ビートくださいみたいな話とかして、はい、で全然いいよみたいな言ってくれて、うん、で暑いっつって結構飲みすぎちゃってもう明け方、はい、エイジアの前の路上で、うん、もう気づいたら俺と伊豆くんだけみたいな、もう外明るいみたいな、マジで、え、ずっとじゃ話してたってこと？ずっと話してたっすね、すごい、はい、やべえみたいな、誰もいねえじゃんみたいなってなかなかそこまでね、はい、しかも伊豆さんってやっぱ、はい、私の中で常にクールみたいなイメージだから、うんうん、いやもうその時もクールでしたけどいやでもすごいいい話をさせてもらって、それはなんかこうラッパーとしてとかそういう感じのお話だったんですか？そうですね、正直そのビートの話しかあんま覚えてないんですけど、まあ多分すごい楽しかったんですよね、うんうん、はい、だからじゃ あのビート待ってますみたいな感じで、じゃあみたいな感じで帰りの伊豆さんの背中とかマジでやばかったっすね、はい、マジでやばかったっすね、はい、残ってますね、背中で語ってましたか？語ってましたね。で本当それですぐ送ってくれて、はい、でそれを作り始めてる時にやっぱりこうマスホールだったり、うんうん、福岡のプライドモンスターファミリアのラフだったり、はい、DJGQ だったり、うん、とまあなんかよく会うようになってて、はい、そっからなんかいろんな人にちょうだいちょうだいって言ってて、うん、って感じっすね。そういう感じでビート集めてって感じっす、はい、なるほどね、はい、じゃあそのもらったビートに対してここもうちょっとこうしてくんないとかそういう指図っていうのは変ですね、はい、注文みたいなことはほとんどないっすね。もう出来上がってるビートに言葉はめてったって感じが多かったですね。そうですか、はい、例えばそのイスギさんこと、はい、まあ16フリップさんとかマスホールさんとか、はい、そのなんていうんですか、ディレクション的なこともされてたんですか？それともまあどちらかというとビートだけをこう渡して、はい、でじゃああとは好きに料理してくださいみたいな感じだったのかな。どういうニュアンスだったのか分かんないですけど、はい、もらったビートにを聞いて、あ、もうこれでなんか完結してるなって思ったビートが、はい、まあこの中で多かったですかね、2、3曲あって、だからそれについては全くこっちからここにこれ足してとかは一切してないですね、うんうん、なるほど、はい、じゃあもういただいたものにこうストレートにラップを乗せるという感じでしょうか。私もこうまだ発売前の EP ではありますが、はい、全曲聴かせていただいて、はい、1曲目に入ってるラップポッパーっていう曲がすごい響いたっす、はい、でこの間ブラーミーとして登場してくださった時にもこうね、はい、子育てをしながらというか家族を持ちながらラップをしているみたいなことをお話しされてたかなと思いますし、はい、あと EP 全体にちょこちょこっと他の曲にもこのフレーズが登場したりしていて、うん、ね、はい、なんかこうこの楽曲どういう風に作ったものなのかなと思ったんですよね、はい、なんかこう私生活のことを描写する曲っていうか、はい、そうですね、ラップしてるパパでありたいっていう気持ちですかね、はい、これって結構迷いなくスラスラと書けるものですか？はい、スラッといきましたこれ、はい、マスさんのビートのおかげもありますねこれは、うんうんうん、結構タフな、はい、タフ街でいるべきだなっていう、はい、半端ないマスさんのもう気持ちを、はい、キャッチしましたそっか、ウィンタン、レペゼンウィンタンのマスホールさんのビートでっていう、このビートがまたすごいかっこいいですね、ごつい、本当に、はい、この楽曲聴いたマスホールさんのご感想みたいなもんって何かありました？結構すぐなんか放題をなんかこう、はい、
送ってきてくれたっすね。あ、そうなんですか、日本語の。パパはラッパーっていうメールが来たっすね。そっか、はい、ちなみにお子さんはもう自分のお父さんがラップしてることはもう分かってる、知ってるんじゃないですかね、なんとなく。あんまり気にしてなさそうっすけど、はい、うんうん、なるほどね、うん、ありがとうございます。じゃあここでその私もしびれた一曲でございますが、このラップパパ、今日実はですね EP の発売に先駆けてこの番組でのエクスクルーシブオンエアとなります。曲紹介をお願いできますでしょうか。はい、はい、Peace is EP 一曲目のラップパパです。ミュージックガラージルーム101、ただいまお届けしたのはシーフ・ザ・サードさんの新しい EP、 7月21日に発表されますピース・イズ・ EP からラップ・ポッパーお届けしました。しびれるっていう感じがします。で今回、デジタル版には全5曲、はい、そして LP 版には全6曲が入るというふうにも、伺っておりますけれども、はい、LP も同時発売ですよね。そうですね、はいはい、シーフ・ザ・サードさん、まあ、あとはその、ね、ブラーミーの皆さんも所属しているドリップレコーズといえば結構その皆さんアナログにこだわってらっしゃるイメージが強いんですけれども、はいはい、今回もその LP を出すその意義みたいなものってありますか。いや、どうなんですかね、意義。まあなんか、はい、なんかそんなになんか硬い感じではないんですけど、まあなんかもう暗黙のルールじゃないですけど、うんうん、まあ、そんなに絶対出せよお前とか全くないですけど、はいはい、まあみんなそれぞれやっぱりバイナルは出したいっていう気持ちがあると思うんですよね。だから特にそういう別に出さなくてもいいとは思うんですけど、やっぱり欲しいから出したっていう感じですかね、はいはい、普段私生活でもバイナルにこう針を落として聞くっていうことは多いですか。多いと思いますね。素晴らしい、はい、そうなんだ。なんかすごい私生活のに踏み込む質問になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、子供がちっちゃい子がいるとなかなかゆっくり音楽聞くみたいな時間がなくて、そうですね、もう私、はいはい、何年家でレコード聞いてないやらみたいな、はい、はい、感じなんですけど、はい、うん、いやうちも結構そうですね、はい、今は最近はちょっと聞けるようになったんですけ ど、 あ、なるほど、やっぱり全然聞けなかったですね、うんうんうん、はい、まあなんか引っ越しじゃないけど、はい、なんかこうバタバタもあったりとかして、うんうん、全くセッティングができなくて。ああ、そうかそうか、聞く環境がってことですよね、はいはい、でなんか、はい、やっぱりその自分家ではやってないんですけど、うん、この DJ 文太って友達がいるんですけど、はい、文太の家でそのリハーサルじゃないけど打ち合わせみたいな、うん、ライブの合わせがあるって時にどうしてもちょっとチビも連れて行かなきゃいけなくなって、はい、でチビ連れて文太ん家行ったんですけど、はい、もう文太ん家にあるもんだから、うん、もうこすり倒しちゃって、マジか。それで針とか折っちゃったりして、いやこれ折るなみたいな、うん、とかあったっすね。その時文太さんはどういう反応なんですか。いや文太は結構なんか青ざめてたっすね、ちょっと。そりゃそうだよね、はい、まあ、でもただなんか面白くてキュ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 ってやってんのかなって思っちゃいますよね、はい、子供は絶対に、はい、ね、はい、いやでも多分同じノリでやってると思うんですよね、はい、楽しいみたいな、そっかそっか、はい、ってのがあったし、はい、いいエピソードですね、はい、羨ましいですね、そんな環境でね育ってらっしゃるっていうのが、はい、はい、羨ましいですけど、今回その EP のタイトルも Peace is というタイトルですが、はい、これはどういう風にして決まったものですか。いや結構適当っすね。あ、そうなんですね、はい、もう全然そんな深い意味とかないっす、はい、なんか、はい、なんかこの Peace is っていう曲を作ってる時に、はい、なんかこうドリップ、まあ、ブラーミーもそうなんですけど、うん、はい、ライブするってなったら、うん、本当合わせとか全然しないんですよあんまり。あ、そうなんですか。じゃあいつも結構ぶっつけ本番みたいなに近いというか、はい、でなんかこう人数が多いと多いで、うん、もうなんかリハもちょっと結構バラバラになったりとかして、はい、まあなんかそれぞれ個人バラバラなのがライブでがっつりあって、うん、まあうまいこと一つの絵になる、はい、まあそうならない時もあるんですけど、はい、まあ、それがそうなったらいいなみたいな感じで作った曲が、うん、まあ、一番しっくりきたっていうか、あ、これがタイトルがいいのかなって思ったぐらいで、はい、あ、それがまさにこの Peace is っていう曲ってことですか、はい、これ、まあ、先行配信すでにされてますけど、はい、このビートって生のドラム使ってます。いや全然聞いてないですけどその辺は、はい、あ、はいはいはい、どうなんですかね、生じゃないと思うんですけど、うん、なんかすごくその音の感じがドラムと鍵盤とストリングスみたいな、はい、すごいこう生音感が、綺麗ですね、うん、
であの EP の中でもひときわなんか際立ってるビートだなっていうふうに思いました。 GQ が送ってくれたんですけど、はい、GQ って結構ゴンブトっつうか、そういうイメージ、はい、あいつもタフなビートすげえ作るイメージなんですけど、ゴリゴリっていうじゃないですか、うん、なんかその中にあれが入ってたから余計なんか気になっちゃって、いやこれでつって勝手に載せたんすよね、はい、でだから GQ も結構ビビってたっていうか、ま、それ行くんだみたいな思ってたっすね、あいつも。そうなんですね、すっごく素敵なビートだから、これちょっと、まあ、あの先に言っちゃうとこの後皆さんにもぜひ聴いていただきたいなと思ってる曲なので、はい、皆さんにも聴、ね、いてもらうことができるんだけど、めちゃめちゃビートが秀逸と思いながら、うん、引き込まれながら聴いてました、はい、でさっきもあのおっしゃってたみたいに、そのドリップレコーズの皆さんのライブって本当にあうんの呼吸っていうか、でしかもなんかこう誰かどこからともなくメンバーがステージ上にだんだん増えてって、あ気がついたらみんないるみたいな、あ気がついたら4人いるとか、それが6人になってるとか、そういうイメージもすごくあって、で私もちょっと前にあのブラックリストってさっき言ってたイベントでこうライブを拝見した時に、もうなんかみんなすごくマイペースっていうか、そう、出番直前まですごく皆さんマイペースに過ごしてらっしゃって、リラックスしてて、あこれが皆さんの良さなんだろうなみたいな、そういうのもあるかもしれないですね。まあ結構みんな緊張してるっすけどね。そうですか、はい、まあなんかこうそうっすね、マイペースですかね、うん、みんなそうっすよね、はい、そうですね、そんな風にあのもちろんいい意味で、はいはい、そういうバイブスを感じましたし、はい、で今回は EP の中の3曲目ステイチューンドという曲がありますけれども、はい、それはそのドリップレコーズに所属している、まあ、先輩格っていう風に言っていいんですかね、はい、ダイナリーデルタフォースの面々も参加している曲と、はいはいはい、そしてプロデューサーに関しても、はい、あのね、皆さんといえばっていう感じですけど、ナグマティックさんがビートを作っていらっしゃるっていう、はい、でこういうなんかちょっと古い言い方だけどポッセカットみたいなものはなんかもともと作ろうと意図して作ったものですか？そうですね、これは結構みんな呼びたいなって思って、うんうん、ナグにも確かそういう感じで言った気がするっす。みんなでやりたい曲がちょっとやりたいから作ってくんないみたいな言った気がしますね。なるほど、はい、じゃあこれもちょっと前に撮った曲ってことですか？これもだからその、うん、マイルスが、うん、ステイトオブエマージェンシーって、うんうんうん、あれを出すぐらいに作ってた曲です。そうなんですか、はい、あのさっきもこうね、みんなマイペースでみたいな話もしましたけど、いわゆるそのドリップレコーズの皆さんが地元で溜まってる時ってどういう雰囲気なのかなって思って、どういう雰囲気ですかね。いつものノリなんですよね。なんか酒場とかでもまあまあいますし、うんうん、はい、でも大体飲んでるっすね、うん、だってみんなめっちゃ長い付き合いってことでしょ。そうっすね、うん、はい、中学生ぐらいからとか、はい、うん、高校生ぐらいとかそんぐらいからっすね。すごい。だからどういう雰囲気なんすかね、うん、まあ家族とかに近いっすかね、うん、はい、本当に近いと思います。でもそういうところでこんなぶっとい曲がみんなブレずにずっと作り続けてて、やっぱすごいリスペクトせざるを得ないって感じがします。ありがとうございます。いやいやいや、はい、こちらこそですっていう感じですけれども、はい、でもまあね、最初の話に戻っちゃうけど、この間6月にはブラーミーのセカンドアルバム出して、今回はソロとしての EP も出してということですけど、また次の予定っていうのはありますか？はい、次の予定はそうっすね、はい、なんかまあブラーミーのもなんか出したいなとも思ってるし、なんか去年の夏ぐらいに、はい、夏明けぐらいにダックスジュースミックスっていうあの DJ ブンタがミックスしてくれたミックス CD があるんですけど、それを地元の DJ キラーシャークっていう、まあ、通称サメちゃんリミックスしてくれて、だそれに新録1曲入れてなんかこう出そうかなって思ってますね、うん、はい、そ8月ぐらいに出せたらいいなって思ってるんですけど、はいはい、じゃあもう常に動き続けている感じではある。そうですね、なんやかんや、うんうんうん、なんとなく動いてるって感じですかね、はい、なんかでも本当その地元である意味完結するっていうか、うん、なんかそこのコミュニティ感みたいなものになんかすごく憧れてしまいます。はい、なんか話が早いですね、やっぱ、うん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 、なんかあったら会えるしすぐみたいな、はい、
いいっすよね、楽っていうかね、はい、なんかちょっと羨ましいし、まあ、ちょっと次はぜひぜひ私もちょっと藤沢で、はい、お話をね、はい、伺いたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いしますって感じです。よろしくお願いします。シーム・ザ・サードさん的には、まあもちろんこのあと7月21日水曜日に「ピース・イズ・ EP」がリリースされて、なんかこうミュージックビデオとかそういったものも準備中だったりしますか？はいはい、発売日になんか、はい、出したいなと思ってます、うんうん、この「ピース・イズ」っていう曲のビデオですね、はいはい、出そうと思ってます。じゃあそちらもカミングスーンという、はいはい、感じっていうのと、あとイベント系はどうですか？こういうご時世だからなかなかね、はい、難しいかもしれないですけど、そうですよね、まあ、一応でもこれの放送の次の日に江ノ島のオッパーラで、はい、まあ、デイなんですけど、湘南のあの辺のサーファーのパーティーなんですよね、はい、だから多分可愛い子いっぱいいるなみたいな感じがあるんですけど、そっちね、大事ですね、はい、はい、まあそれでデイでパーティーあるんで、はい、俺らもライブブラーミーでライブします、うんうん、ありがとうございます、はい、よかったらって感じで、はいはい、では最後に、またシーフ・ザ・サードさんから EP からの1曲を紹介していただきまして、このコーナーお別れとなります。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、ピース・イズ・ EP で最後の曲です。ピース・イズ・Deep tracks, get the rhythm. Move to the beat. Recommended tracks, nail it. Flow. 渡辺志保がお届けしてきましたミュージックガラージルーム101。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週の放送もいかがでしたでしょうか。ぜひ番組を聞いてのご意見やご感想、質問、リクエスト、何でも OK なのでメールでお寄せください。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp です。紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。メッセージには必ず電話番号を含めたご連絡先をご明記ください。あなたからのメッセージお待ちしております。というわけで最後はいつもですねオールドスクールチューンを聴きながらお別れしておりますが、冒頭にミッシー・エリオットがスティーガールズのミュージックビデオの監督をしましたよという特大ニュースをねお知らせしましたので、今日は最後にミッシー・エリオットの、この曲でお別れしたいと思います。97年の、名曲でございます、 The Rain Super Duper Fly。 ミュージックガラージルーム101、ここまでのお相手は渡辺志保でした。皆様また来週お会いしましょう。 See you!